この動画を見ているあなたはきっと素敵な作品を生み出すことができる人だろう。でもその大切な作品をあなたは守ることができますか？今日がね、年で一番暑い。いや、暑い。本当に暑い。いや、汗やばいから、ね、本当に。あっちー。これ、映像クリエイターの牛じゃね？本当だ。あんなところで何やってるんだろう。お前知らないの？牛がやらかした話。ん？どういうこと？いや、見てくれる。え、何？知らないの？え、マジか。クソ、写真で。バカ有名だと。いやー、さすがです、牛井くん。こんな素敵な映像を作ってくれてありがとうございます。さすがなんだけど、次の依頼も受けてくれないか。もちろんですよ、僕に任せてくださいよ。実は、うちの会社の方でビッグプロジェクトがありまして、これを牛井さんにお願いしたくて。ウッシーさんの世界観にも合うし、私たちもウッシーさんなら安心して頼めるので。ええー、これちょっとやばいですね。ぜひやらせてください。この企画僕にマジでぴったりじゃないですか。はい、あ、見た人をプロジェクトと巻き込みたいんです。そうです、だってこれとかもう僕が作るっていうのも上の方にも良さそうですね。ぜひ見に行きたい。で、次の方なんですけど、全く今のやつと同じやつを今度引きで撮ります。じゃあそんな感じでお願いします。お願いします。はい、アクション。周りを見て。はい、いいね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 。スタート。ちょっと確認していいですか？はい。うわ、これめっちゃいいカットですか？いや、見てください、これめちゃめちゃいいカットです。もしもし。あ、もしもし。お疲れ様です。牛くんですか？明日牛くんのスタジオに作品見に行こうと思ったんですけど、進捗どうですか？あ、もうほぼほぼ完成になってるんで全然大丈夫です。あ、かしこまりました。了解です。じゃあ明日お伺いさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ明日お待ちしております。はい、失礼いたします。データないんだ。え、マジか。どうしよう。マジか。終わったわこれ。っていうことがあって、大事なプロジェクトのデータ全部失っちゃったらしいよ。あ、牛スタジオあったじゃん。うんうん、相当なビッグプロジェクト失ったから借金なのかわからないけど、なんか家賃とかも今滞納しちゃってスタジオ追い出されたらしいよ。まあ、マジか。全部持ってこう。おいっす。そんな運びます。失礼します。じゃあ以上ですね。じゃあこちらにサインお願いします。だからあんなところに。いやー、ウッシーバックアップ取ったのかな。いやー、
か？ありがとう。マジ誰だろう。今何？そういえばバックアップ取ってました。はい、皆さんどうもこんにちは、ウッシーです。いやー、バックアップをねしっかり取っていたの忘れてました。いやー、これでねスタジオもね手放さなくて済みそうです。はい、疲れた。今回ね、なんでこういった冒頭のね動画を撮ったかっていうと、作品とか撮影とかそういったものをこう作るっていうものに対してはすごく意識があったから、まあ、カメラとかレンズとか SD カードとか編集機材とかそういったこう作品を作るためにこう必要な機材っていうものに対しては意識があったんですけども、作品を守るっていうことに対してこう意識がなかったわけじゃないんですけども、ちょっとねちゃんとしていなかった自分がいるというか、もしかしたらね同じ方がいるんじゃないかなって思うんですけども、こうどうしてもねちょっとこうおろそかになってるなっていうのが自分の中でありました。でそんな中ですね、美容サロンさんの取材の時にですね、こう美容サロンっていうのは毎月こういうのを発行してくださってるところなんですけども、はい、自分もねこう何回か出演させていただいて、すごくねお世話にはなってるところなんですけども、この美容サロンさんの取材の時にウエスタンデジタルさんとこう出会って、 G-RAID 2っていうねこのデータを保管しておくハードディスクなんですけども、 こちらの存在を知って、きっとねこのデータの管理とかそういったものをねちゃんとするんなら今だと思って、いろいろお話をしていく中で今回タイアップをするという形になって、はい、今回冒頭のような作品を作らせていただきました。なおですね、今回は冒頭でねあった僕みたいにねスタジオを手放すとかこうなんかわかんないですけど、そういった風にならないためにもこの G-RAID 2作品を守るっていうことについて、今日はねご紹介していきたいなと思います。はい、でまずは、僕がねこの G-RAID 2と出会う前は、どうやってねこのデータの管理をしていたかっていうと、こちらです。じゃじゃん。はい、こちらのですねサンディスクのポータブル SSD に保存していました。で今回ねご紹介したいのはこのこちらのねボカーンでかい G-RAID 2っていう、これは HDD ですね、 HDD なんですけども、まずはですね SSD と HDD の違いなんかについて、軽くねご紹介していきたいなと思います。はい、まずはですねこちらの SSD について軽くご紹介していきたいと思うんですけども、 SSD っていうのはこう転送速度が速くて、なおかつねこうちっちゃくて軽いっていうねめちゃくちゃメリットが多いものとなっております。ただこの SSD のこう デメリットっていうか、まあ、注意点っていうのが、頻繁にね出し入れするんだったらまた別だと思うんですけども、こう保管っていう意味で放置をしておくと、こう中のデータがねこう壊れたりとかなくなっちゃってたりねする危険性があるらしいです、 SSD は。はい、でそれに比べてこちらの HDD はですね、この SSD にも比べてもうでかいし重いし電源つながないと使えないしっていうね、まあ全然もう違うものっていう風な感じなんですけども、こちらはですねSSD に比べるとこうアクセスのね頻度が少なくてもこうデータのね損失が少ないっていうメリットがあるので、比較的ね長期的な保存に向いているストレージで、しかもですね容量の割に値段が安いです。これ自体は決して安くはないんですけども、こっちのね SSD をこんなに何枚も買うよりは全然こっちの方が HDD の方が比較的安いです。これはですね 36TB です。はい、なので結構大容量がつがいっぱいデータが入ります。はい、で今度はねこの G-RAID 2の、ちょっとね商品のご紹介をしていこうと思うんですけども、まあ見た目としてはこんな感じの長方形のものになっていまして、こうラインナップとしては 8TB、12TB、24TB、36TB、40TB っていうねいろんなラインナップがあります。で僕がねこの G-RAID 2で一番気に入っているところが、こうレイドをね使用できるっていうところですね。でこのレイドっていうものが、まあ、どういったものかっていうと、こちらのね G-RAID 2っていう
ものの中にはこうハードディスクが2枚入ってます。ボンボンって2枚入ってるんですけども、レイド0っていう設定にするとこちらを、まあ、これ36テラのものなんですけども、36テラをフルで使用することができます。まあ普通ですよね、36テラのハードディスクだから36テラ分ボンと使えます。で、それはですね、レイド1っていうあの設定にすると二重バックアップによるこう万が一の、ね、こうデータ損傷への対策として使えます。これがどういったことかっていうと、こちら36テラの、ものなんですけども、でここにハードディスクがこう2枚入ってるんですけども、18テラ18テラっていう風に使って、1個の、ね、18テラのハードディスクが壊れてももう1個の18テラのハードディスクにこうバックアップ用として保存されるっていうのがこうレイド1としての使い方で、なのでこう36テラとして使っていて、こうどっちかがね壊れちゃったら、まあデータはねその壊れちゃった方はなくなっちゃうんですけども、レイド1っていう方で使っておけば勝手にねこう1個のハードディスクに保存したものはあのもう1個のハードディスクにもあの自動的にねあのバックアップを取ってくれるので、もしも片方が壊れてももう片方にデータが残ってるっていうような設定の方法になります。ただこう36テラフルで使うんじゃなくて18テラでバックアップも18テラっていう風に使うので、こう1回ねこう入る容量っていうのは少なくなっちゃうんですけども、まあ僕たちのねこの今まで取ってきたデータが全部こう二重でバックアップが取れるなっていう風に思うと、あのそうやって使った方が、まあ、せっかくねあのレイドをねあの使用できるんだったら、まあ、そうやって使うべきなんじゃないかなと思います。はい、はい、でこちらのねサンディスクプロフェッショナルの製品はこうテレビ局だったりとかこう映画制作にね、携わる人たちがこうたくさんねあの使っているあのブランドらしくて、こう速さとかスペックが高いっていうのはもちろんなんですけども、まあ、そういったね方々こうデータを守ることがこう第一にある、そういったプロフェッショナルの人たちが使っているっていう、こう多くね使っているっていうのもあのかなりねこう自分たちにとってはこう安心できる材料なので、そういったねあの信頼性っていうのはあのかなり高いかなと思います。でこちらのね G レイド2は3つ特徴がありまして、まず1個目がこうサンダーボルト3のねポートが2口ついているので、あの普通のねハードディスクよりも転送速度がかなり速いです。そして2つ目ですね、さらにですねストレージを連結することができるこうデイジーチェーンというものもできます。そして3つ目ですね、こうデータの保存だけでなくてこちらの G レイド2を経由してこう 4K のモニターを2面をねあのケーブル1本で使用することも可能です。はい、G レイド2についてのね紹介はこんなところかなって思うんですけども、あとはですねシンプルに見た目がかっこいいです。かなりねメタリックな感じなんですけども、このね僕のスタジオにもかなりねこうなんだろう違和感なくこうガジェットがかっこいいガジェットみたいな感じですごく馴染んでるので、めちゃめちゃそういったねこう見た目とかこのかっこよさっていう部分も自分は気に入っております。はい、詳細はですね概要欄の方にウェブサイトの方を貼っておくので、ぜひね気になる方は見てみてください。はい、というわけで今日の動画はこれで以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。ぜひですね冒頭の映像についてだったりとか、こちらのね G レイド2について、こう欲しいと思ったりとか、まあいろんなねコメントとか、グッドボタンとか、感想を、くださると嬉しいです。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。ピースアウト。